こんにちは、海外進出応援 YouTuber のケントです。はい、こんにちは、海外ビジネス大学校長の横川です。はい、あのインドネシア、はい、すごい盛り上がってますね。ですね。まだその宗教とか、うん、まあ、ちょっと法規制の、段階で、はい、なかなか入るの難しいっていうところであるんですけど、ね、うん、あとね、もうちょっとコロナがね、うん、少し今大変なんだけど、あ、今コロナ本当にやばいですよね。アジアね、本当に広がってますけどね。まあ、そうした中でインドネシアの人口の増え方だとか、はい、まあ、その現地のマーケットの魅力っていうところで狙ってる会社さんあると思います。はい、ありますね。はい、今日はやってます。そうですね。で、その中で横川校長が今まで体験したインドネシア進出の成功体験をもとにどうやってそれうまくいったんですかっていうお話をしましょうかなと思います。はい、テーマはですね、ズバリ食品添加物メーカーがインドネシア進出を成功させた秘訣3つお話ししますということで、はい、よろしくお願いします。行ってみましょう。はい、うん、はい、この海外ビジネス大学ですよね、海外進出に必要な、人脈、ノウハウ、そして、情報っていうのを、まあ、生々しくお届けしようということでやっております。はい、はい、で YouTube ではですね、ダウンロードして、通勤しながら耳で聞くことができるので、はい、働くビジネスマンだったり、うん、経営者の方ぜひ、聞きながら、作業しながらやってみてください。そうですね。はい、はいはい、というわけで、インドネシアに進出した食品添加物のメーカーさんが、うん、まあ、どううまくいったかっていう話なんですけど、ちょっと最初の話からどういう結果になったのかっていう、まあ、端的にいくとね、こう進出をしてインドネシアの市場をね、売っていこうと、みんな向けて巡っていこうとしたんですけども、うん、まあ、本当に現地でね、いいパートナーと巡り合って、そのパートナーとすごくコミュニケーションがうまくいったんですね。うん、で結果的にいくと、マーケットね、3、4割ぐらい取ったと思うんですね。その添加物におけるインドネシアの。はい、いろんなこう競合先がいるんですけども、同じ海外からの競合先で、インドネシア国内の競合先行ってたんだけど、3、4割の、ね、マーケット取れたと思うんですね。じゃあ国内市も外資も含めて、うん、そのサポートしたところがもう伸びた。そうそうそう、3、4割って言ったらもうかなり結構ね、こう市場の中でね、3、4割って言ったらね、結構大きいし、ちなみに何の添加物？ね、これね、いろんなふうに使えるんですけど、うん、例えばケーキミックスとか、うん、あとジュースとか、うん、まあ、そういった感じの添加剤。じゃ割と買ったら入ってるぐらいの。そうね、はい、そうそう、はい、うん、あと現地のパートナー見つけたっていうところが今回の話のかなり肝になるかなと思うんですけど、はい、進出の仕方ってたくさんあります、はい、あの EC サイトを使って 2C エンドユーザーに売るとか、いろいろやり方あると思うんですけれども、今回は現地の輸入代理店と、まあ、一緒に売っていきましょうと。そうですね、っていうあのやり方ですよね。そう、もうこのケースでいくと、実はこの会社では、ね、本当に長い歴史があったんですよ。もう30年ぐらい脈々と、現地でいろんな商材を一緒にやってるパートナーで、そこに新しい話を持ちかけて、これ一緒にやりませんか。あ、なるほど。じゃあすでにもうその横川校長の会社と、そうそう、現地 の, その代理店ともうコミュニケーション取れてます。そうです。あ、じゃあもうミスター横川のあれ、ね、まあ、ね、まあ、ミスター横川っていうか僕前の会社にね、はい、ですけど、もう顔があったと。なるほど。私とその会社ね。だけどそのサプライヤーと、新たなサプライヤーとこの会社はまだ人間関係できてなくて、なるほど、なるほど、そこがすごく大事だったって。そういった背景が非常に今回の話で重要なので、うん、そういった背景のもとで、なんで成功したのかっていう3つのトピックに分けて話していきたいと思います。はい、1つ目の成功要因は、心が通じ合うコミュニケーションを取れたですね。はい、はい、まあそもそもね、30年って言ったんで、まあ、私とその現地の取引先、そもそももうお互いに心が通じ合ってるし、うん、でそれから結果的にね、その会社と、日本のサプライズとかね、メーカーさんとうまくできたっていうのが一つですね。やっぱりね、でもみんなそうじゃない、最初付き合う時ってこの人どんな人かなとか、例えばビジネスだったらこの会社ってどんな会社とか、みんな心配になりますよね。うん、だから日本のそれはいくら横川さんの紹介であるそう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 、ね、うん、まあでもそれなくてもそうだし、じゃあ、僕は日本側から皆さんね、よく聞かれるのは、うん、その海外取引先って信用できますかってね、うんうん、どうなんですかって聞かれるけど、向こうもそう思ってますよ。確かに確かに、うん、僕も感覚知らないというか、そうね、なんかこっち一方的な心配ばっかり、こっちの一方的にね、うん、なってるんだけど、実は向こうだって、うん、この会社って日本は分かるんだけど、うん、この会社はどんな会社ですか、うん、絶対心配してるんですよ、うん、だからそこのところをまずきっちり、なんていうかな、安心させてあげるってことが大事、うん、そういう意味ではコミュニケーションですね、うんうん、じゃあもう本当にもう対面であって、うん、時間をかけながらやってたんですよ。はい、もう何をしたいのかとか、どうやりたいとか、お宅の問題何だかとかね、
やっぱりお互い物事を一緒に解決して、一緒に売っていきましょうっていうのが、基本的な姿勢が大事なんです。それは3社がいた状態で、そうです、大体何回くらい話しますか。いやスタートっていうまで、スタートっていうのはでもね、結局メーカーさんとその現地の代理店が話す機会っていうのはね、そんなに多くないです。当時は物理的に、で当時は今みたいにね、オンラインがなかった時代だから、どちらかというと数ヶ月に1回出張で僕らがセッティングするって感じなんです、はい、その間何してるかっていうと、我々みたいなコーディネーターが間を取り持ってメール更新していくっていう感じなんですね。じゃあ大体半年から1年くらい。そうね、半年から1年くらい、じゃあ今オンラインであればもっと早いかもしれない。そうなんですよ。僕が作った今チャンスですよっていうのはそういうことなんですよ。オンラインだからいくらでもできる、でもオンラインだから気をつけなければたくさんあるんだけど、今この環境はね、めちゃくちゃいい。やろうと思った人にとっては絶好のチャンス、オンライン商談で気をつけると参戦ってまたみたいなやつやりたいですよ、ね、本当ね、はい、オンラインだけど結構空中戦が多くて、いい言葉ですね。答えがまとまらないってことだから、じゃあどうしたらいいのって。ね、そうですね、心が通じ合うっていうところが大切ですね。やっぱりその日本企業が海外に出ると我々が外資になるんだよっていう、その通りですよ、感覚がある。我々が彼らにとっては知らない人だから、はい、そうですよ、ね、じゃあ知ってもらうためにどうしたらいいんですかっていう、そっちの発想で、ね、しっかりしないといいビジネスはできないなと思います。はい、というわけで食品メーカーが、食品添加物メーカーがインドネシアに進出した、はい、秘訣、はい、一つ目ということで、はい、心が通じ合うコミュニケーションをしましょうということでした。はい、はい。はい、では2つ目はですね、経営者自らが話す、はい、その訴えかけるというところですね。そうですね、はい、まあ、結局、まあ、我々はね、当時も今もそうですけど、コーディネーターですね、じゃあ実際誰がやるのかっていうと、こっちにいる我々にね、クライアントさん、メーカーさんだったりするんですけど、その社長さんがやっぱりね、トップ、経営判断する人が自分でこうしたいです、一緒にやりましょうって言ってもらわないとね、やっぱり最終的な信頼関係って生まれない。そうですね、だって取引するのはもうそこですから、ね、そうそうそう、で僕言われましたから、ミステルことはあなたのことは信用するけど、この会社信用できるのかって、あんたに言ったら大丈夫かって、いや大丈夫ってね、言うんだけど、まあ、それってすごく相手を見てます、やっぱり誰がしゃべる、誰が決めるのかっていうのを、先方よく見てるから、やっぱり経営者のそこはちょっと肝を据えて、私がやりますとかね、そうですね、私はこう思ってるとか言ってもらいたいなって。僕も全く同じ経験しました。ミャンマー人、そうね、はい、ミャンマーであの人材紹介、ミャンマーにいる人材を日本の企業に斡旋しませんか、っていうふうになると、自分たちで人ハンティングしてできないんですよ、公的にも、まあ、キャパシティ的にも難しい。だから、ね、現地の人材紹介会社と協力して、御社の人材紹介してくれませんかになるんですけど、ね、全く同じ人です。そうね、ただ彼らからしてみれば、異国の土地に自分たちが育てた若者を送るわけだから、ね、もっとその物より人ということで、若いにパーソンに言うプレゲンみたいな感じで言われるてて、だから一言だけ、ね、もういいから話してっていう、ね、ことを言ってましたね。すごく大事、はい、というわけで、はい、2つ目ですね、2つ目の成功要因は自ら経営者が語りかけたっていうことをしたということですね。はい、はい、はい、よろしくお願いします。最後3つ目、はい、3つ目ですね、はい、即断即決ができたってことですね、はい、これ本当に大事なんですね、もうタイミングですよ、決めるスピード、ここねスピードかけたらね、本当に勝機を逃すとか、東南アジア特にね、皆さん現地の、相手の会社っていうのは結構、ね、もう決定権者オーナーが来て、ね、話すことがほとんどなんです、なのでその場で決めることがほとんどです、こっちも準備していかないと、よくあるのはね、持ち帰ります、最悪のパターン、はい、出張まで来て話してるのに、ね、ここで決めないってどういうことですか、決断をする会社っていうのは結局できない会社、信用できない会社、ってなっちゃうので、あ、そういうふうに思われる、思いも思いますので、すごく大事、そのためにどういう準備したんですか。やっぱり想定ですね、どうなったらこうなったらどうなる、この話したらどうなる、例えばこういうふうに言われたらどう答える、シミュレーションですね、7割8割は準備できない、なるほどなるほど、フローチャートですね、そうです、だからでもその準備をするためにはやっぱりこれまでの経験とかないといけないし、まあ、それなりのプロの人とね、話をするとかねっていう、そういう事前の準備がね、すごく大事になりますよ。だから事前のその我々コーディネーターみたいなのが
こうちょっと誘導というか、そう、ね、ある程度その蛇口をしとく、うんうん、おそらくこういう話になってきます。言ってももうこっちだけで全部一つに絞るのができないんで、大体落としどころ3つくらいにしておいて、そうです、こうなったらこうなるって、最悪をどこでね、着地させたいかとかね、まあ、そういうことでいいんですよ、まあ、それだけでもできないことあるけど、それ言っとかないと、本当に、うんうん、あるいは即答できない場合は、じゃあ僕たちこんな条件でポンって出すとかね、うんうん、そこもコミュニケーションだと思います、すぐ決められないので。あともう一個は、譲れないポイントは、あ、絶対1個明確にしておいた方がいいですね。そうですね、絶対譲れない何か。そう、金額でもそうですし、昇竜でもそうですし、それとかね、決済条件とかね、よくある話、うん、ボトムラインさんに譲れないところを決めておけば、あとはじゃあここ、ね、マイナーチェンジしとこうかな、そうかけるかもしれないですね、うん、この辺はだからポリシーとかビジョンとかしっかり作っていかないといけないですよって思いましたね、はい、はい、というわけで、食品添加物メーカーがインドネシア進出に成功したお話3選ということで、はい、させていただきました。この後まとめる前にちょっとプロモーションをさせてください。はい、はい、この海外ビジネス大学を運営しているゴーバンドルはですね、経営者さんが自ら英語で話して東南アジアで売り上げを上げるための英会話サービス、そしてブランディングっていうのをやってます。まあ、こういった話をね、うん、英語でちゃんと片言でもいいから一生懸命話して、はい、それを映像に落とし込んで我々が運んでいくっていうところを担当しています。はい、はいはい、まあ、そんなね風に作った動画なんかあるとですね、僕の場合非常にやりやすいんですけど、僕はそういったね皆さんを海外のビジネスパートナーをね、引き合わせて、ビジネスを作るっていうところまでねお手伝いする、うん、今みたいなお話をですね全部コーディネートしますんで、安心安全のねビジネスパートナーを見つけて輸出ビジネスを作っていく、まあ、そんなサポートしてますんで、ぜひね、気軽に登録してください。はい、そんなことやっております。では、本日のまとめに参ります。はい、食品添加物メーカーがインドネシア進出に成功した3つの秘密、まず1つ目は心が通じ合うコミュニケーションをしましょう、心でやりましょう、はい、はい、で2つ目は、経営者自らがちゃんと語りかけなきゃダメだよということですね。私はこう思ってるな、はい、はい、これくらいでいいですよね。いいです、絶対これくらいだったら、はい、はい、あんまりダラダラ言うのもよくない。うん、はい、パシパシ、じゃあ8割こっちで回収するから、じゃあ最後横顔校長お願いしますみたいなところだけ話してくださいね、はい、あとは3つ目、即断即決ですね、はい、ですこれは大事ですね、はい、あともう一個はやっぱリスクコミットメント、あ、ね、うん、リスクマネジメント考えてもいいんですけど、こちらコミットメントも、はい、やっていかなきゃっていうことですね、はい、はい、というわけでそんな話をしました。はい、ではまたよろしくお願いします、はい、バイバイ、ごきげんよう。ご視聴ありがとうございました。海外ビジネス大学では東南アジアへの販路開拓術、事業者に必要な英語プレゼン術をレクチャーしています。そしてゲスト企画も用意しています。海外ビジネスに失敗したしくじり経営者、留学生の研究を特集する外国人の卒論、海外進出のためになるコンテンツをどんどん配信中です。次回の配信もお楽しみに。間に合った。